夜遊び暮らし、めちゃんこいいね、モデルの子が可愛いし、帰ったらエロい格好で寝てるなんて最高すぎるだろ。で、彼氏とやってたから敏感って言ってたけど、これ彼氏いないパターンですよね。とにかくエッチなので OK です。来週も楽しみです。以上、夜遊び暮らしのお話でした。